午前9時、朝食。なんで私がご飯作らなきゃいけないのよ、めんどくさ。んなこと言ったらなんで私のが作らなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ。私家事とかやるキャラじゃないじゃない、優雅にテーブルで待ってる側っていうか。家事はできねえの間違いだろ、他におめえ何ができんだよ。クーネル遊ぶのニート猫じゃねえか。うわっ、お湯が跳ねちゃってごめんなさいね。あー、マリーナ、思わず肉球が跳ねちまってよ。やんの？ねえ、やるつもりなの？あたしとやるつもり？おめえこそやんのか、おい。朝からネチネチイチャモンつけやがって。お？猫まんまっと。だってメイクルが姉ちゃんとアズちゃんじゃしょうがないよね。まあ用意はしてくれたし。あ、おいしい、意外においしい。確かにおいしい。午前10時、朝食、かっこ片付け編。くったくった。猫飯もたまには悪くねえな。お腹いっぱいだとすべてがどうでもよくなるわね。2匹とも？そんな両手両足投げ出して寝転がっては明日ないですよ。しぐれちゃんも3人揃って大魔人になって本当の姉妹みたいだね。なっちゃん？え？ああごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。あ、こうなっちゃうから。しょぼん。なっちゃんはパワフルな猫だからね。まあ、割れたのはあずちゃんのお茶碗だし。問題ないない。大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。あずきのでよかった。じゃあ次はソフトに。あっ、しぐれちゃんのお茶はさせるか。おお、ナイスキャッチ。すごいすごいよ、ここちゃん、すごい反射神経だよ。まるで一人サーカス、素晴らしいの一言。いや、それほどでもないよ、こんなの。もう一回、もう一回。アンコール、アンコール。じゃあ、もう一回だけ。今度は自分のお茶碗でね。ほっ、
さあ、よっ、よっ、わーい、もう一回、もう一回、もう一回。まるでお父さんが子供をあやしてるみたいですね。ことは、もしかして私がお母さんで、なっちゃんと？そにゃ、そにゃの。めしべとめしべじゃ赤ちゃんは、赤ちゃんはできないのに。ダメ。朝からシナモン、潤っちゃう。相変わらずバカだな、モンシナのやつは。そうね、バカね、相変わらず。これでこそ、私の愛する猫たちね。